から見ますとね、まあ、時に触れてですね、こういうものからですね、先生の血液、ね、あるいは潜在意識、そういうものをですね、自分でね、煽るようにしているんです。距離はね、遠いけど近い、ね、一瞬ですよね、うん、距離がなかったね、うん、いつも高松先生と私の間に存在があったね、うん、いつも存在があった、今でもあるようにね、うん、うん、空間の中に絶えずあったっていうことね、うん、一時もね、うん、それがやっぱり私ねのやっぱり武道の人生においてね、まあ西洋病死もあるね、当たり前のこと、そういうことから全て、こう何か守っていただいているようなね、あるいはこのその高松先生の信用なされたね、その路線の上をね、まあ言うなればね、のんびりとやってこられたっていう感じだよね。進歩だけどもね、それは当たり前のことでね、辛抱だとか忍耐ってことはね、と思いますよね、だからそれがこれからできるかどうかってことですよね。私の弟子たちがね、一番の問題はね、自分の感覚とか自分の意識とかっての出ちゃったらおしまいじゃないかな、それから高松先生から極意をいただいたけどね、極意ってものはないってことですな。極意ってのは心にあるもんだって高松先生おっしゃってましたけどもね、技や何かじゃないですよね、強弱十五をあるべからずっていうんですからね、己を空にしてっていうことがある言葉のようにね、空と海の中をね歩いてきたみたいですよ。空海みたいなもんだ。これはね、高松先生がちょうど近畿大学にですね、某日を教えに行っていらっしゃる時の一番初めに僕いただいた写真ですね。だから初め、高松先生の時に行って学来当社悪魔不動というくじをね、教えいただいてね、その組み方ですね、よく組めないでね、それがこう大変な時代でしたね。それからこれはもうお話の時ですね、楽しい時でした。これはもう先生の記事とか呪文のあれですな、やったやつのあれですね、陰の陰陽ですね、これが暗黒と秘術って言いまして、こう組んでね、これでもってこう見てね、暗闇から相手を覗くというような あれですね、呪文を入れてやるやつですね。それからこれが指導剣だとかね、指探剣ですね、みんなね、足の指先が猛獣のようですね、これ見ても分かるようにね、すごいんだよな。でこれがやっぱり避けた時のねこれですけどね、それからすごいもう構えなんか見てもね、これ見るとね非常に完璧っていうよりもね、弱みたいっていうかね、まあ恐ろしい武勇の構えですよね、とても恐ろしい構えです。まあ対談してるといろんなお話してる時の顔ですね、高松先生の百面相ですね、まあ裏には本当に優しい顔がね、ユーモアある顔が見えたりですね、こうするわけですね、まあ、先生も嬉しかったんでしょうね、まあいくらかやっぱり照れてますよ先生もね、写真撮られてね、やっぱりこれいろんなね、高飛びをする時の縛り方、雲橋紐とか忍者の紐の結び方ですね、これ心身心眼ってダルマ書いた時の先生のいただいた時のこれ写真ですね。これ表でね練習した、これ真剣の投げ方とかですね、先生のね、それからこういう風にね、これ真剣の投げ方とかいろんなね、忍術の片腕トンソン型というやつですけども、忍者として初めてやらなくちゃいけない体術のあれですね。だからこれ夏の暑い日のやっぱり
スナップの一コマまでですね、うん、表裏逆とか実質とかですね、これは先生の部屋でやりまして逆光ですから暗くなってますけどもね、後ろからあの掴んだ時にはこうで蹴ってきた時はこうやっていうような写真ですけどね、みんなね逆光ですけど影で僕たちにはよく見えるわけですね、写っていてもね、影でもこちらなんか先生ここ写ってないですけど、ここに先生いらっしゃる方なんてね、まあ、忍者の稽古ですな、カメラも覗けないというふうなねやつです。もうどこでもあの稽古をやったんです、その場所場所に応じましてね、これみんなそうですね、先生のうちの鬼会なんですけどもね、そこで写真を撮ったんですね、これなんか士官権で売ってるところとか、ずっとね、これはね先生がお亡くなり前にですね行ったんです、何名か あの弟子を連れてきましてね、その時にですね詩吟を歌ってくださいましてね、剣舞を待っていただいたんです。その昔高松先生は剣舞でもって日本一を取ってらっしゃいますからね、三味線もお上手でしたしね、これがみんな構えですね、これは人はこうやるのやってね、これ一文字の構えやれって、これは忍者のこの歩き方ですね、これね、暗闇で好意に見るの見ながら天井の木の間を見ながらかけていくねという絵ですね。これは高松先生とのうちの前で2人でスナップしたんですけどね、怖くてまっすぐ見られないでね、先生から逃げてるんでね、私こっちの見てこっちに女性がいたからってわけじゃないですよね、もう先生と一緒に先生と同じ目線でもって立てないね、まあ潜在的にねそれが目に心が目に出たんでしょうね、心眼でね出たんでしょうね、これ実験の受け方ですね、これみんなお家の中でね、これも忍者の手裏剣をね逃げながらこう投げていくやつですね、手裏剣をねパッ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 こうやってね、でこれがねこれ締めはこういうにやるのやってね、ギュッねへへへこういうにやるのやってね、なんだか締められないのにこっちでも締められた気持ちになっちゃって、こういうの見るとねなんだか息苦しくなったりしましたね。これ夏の日でしたから先生ね日陰でお座りになられてね、こうやって長時間で撮りましたからね、これは玉子流のねいろいろな構え方ですね、それの水の勢いでもって相手を出さないや反の防衛つやらやっていうようなその構えをね示してくださった絵です ねこれはそうですね、みんなそうですね、蹴りはこうやでとかね、小屋はここで蹴るのやでとかね、それから士官権やでってこれで手でねこれでつくやつですね、これいろいろと表でまあこれ表でやっぱりいろいろとね稽古しましてね、大英の前でこれ奥様ですね、これは親戚のお嬢さんかな、これがね私がね高松先生のところへ猫を持ちまして差し上げましてね、次郎ちゃんってんですよね、それは子供と同じように可愛がってくださいましてね、一緒にいつまでも一緒に寝てたんですけどね先生と、で先生がお亡くなりで1週間後にねこの猫も死んでね先生のところ埋まってんです、ね、で猫は忍者やでってよくね話してましてくれましてね、あとこれお葬式の時の写真ですね、先生のね奥様ですね、うちの女房とですね、その時見えたのが秋元さんのやっぱりお子さんでしてね、でこのジロちゃんって猫ね、この時当時葬式の日は4月4日ですけど生きていましてね、それで1週間、先生が亡くなって1週間ですから4、5日のうちにこれも死んじゃったんですね、先生を追ってね、で一緒に先生のお墓に埋めてあるんです。まあこれはやっぱり大英行った時山本達夫さんですね、それがプロデューサーですね、これは先生のもうだいぶお年になってきた時の稽古風景ですね、このようにね、これは亡くなる1年前ですね、梶原の武道館で撮った写真ですけどね、この時ね片足をついて僕を投げられたんですよね、であれと思ったんですよね、それまで膝をついてね投げるなんてことなかったんですけどね、片足でねでついてね岩石投げでね投げられたんでね、私何かこう寂しくなった瞬間でしたけどね、うん、でその時弟子のいるところでねこう針を通しましてね腕こうってんですけど
3本としましてね、でろうそくを立ててここにありますけどね、それでくじを切ってね、そのしっかりやれよという無言の教えでしょうね、腕子っていうのをやってくださったんです。うん、これはね1年前です。非常にまあ丸一のねお接待ですよね。最高の先生のお家が丸一っていうあれですからね、山本ですから、まあねえ、それでこう漁獲権だとかですね、